human race. Yet they'll never know the face of Spectre Man. から連れてこられた恐怖の怪獣サタンキング、そして悠久の眠りから叩き起こされ、その上子供も殺されて二重の怒りに暴れ狂うマグラ。スペクトルマンはその二頭に決死の対決を挑んだ。怪獣マグラーは弾丸の前に倒れたかに見えたが、しかし不死鳥のように生きていた。宇宙怪獣サタンキングのために腕に傷を負ったスペクトルマンは、地底怪獣マグラーの行く手を阻止するために捨て身の攻撃に出た。銃を我々に引きつける以外にスペクトルマンを助ける方法はありません。何ですって。やってみよう。怪獣を引きつけろ。すげた。怪獣が方向を変えたぞ。退避してください。戦車もミサイル砲もあの怪獣には歯が立たないとすれば最後の方法しかありません。というと弾薬を集中爆発させ、怪獣をコッパみじんに吹っ飛ばすしかありません。怪獣の前方に弾薬トラックを集中させろ。ミサイル発射。さすがの怪物もこれで終わりだ。よかったな。生きていた。なんていうやつだ。これでひとまず安心ですね。そう願いたいもんだな。スペクトルマンもかなりの傷を負ってるようだし、また出てきたら大変ですよ。うん、ガマさんがいないわ。え？さっきまでは確かにいたはずだい。長寿のやつまた一人で抜け駆けを。ああ、しかし怪物が出てくるとあいつは興奮してどこ行くんだろうな。ひょっとしたら怪獣の子孫じゃねえのかな。そりゃいいや。笑っている場合じゃありません。ガモーさんにもしものことがあったら。よし、探すんだ。はい、はい、そう。見たかな。おう、スペクトルマンは重傷を負っている。今がチャンス。ではすぐサタンキングを派遣して破壊を開始させましょうか。いやいや、その前にサタンキングに特訓を与える。特訓？ではこういうやつやらせるんですね。こんなの仲間の。これはボクシングの試合じゃない。我々が地球を征服できるかどうかの戦争なんだ。すいません。特訓というのはサタンキングを怪獣製造工場に閉じ込め、
あらゆる光線を浴びせ、気の狂うような音を聞かせるのだ。そんなことをしたら、奴は発狂します。何を言う。その発狂こそが我々の狙いではないか。なるほど。発狂したサタンキングを東京に出現させるのだ。狂ったサタンキングは荒れ狂うだろう。この世の中で狂人ほど恐ろしいものはない。ボス、大変なことが起こりそうです。大変なこと。姿を消した怪獣マグラの動きに注意してください。しかしあの怪獣はさっきの爆発で逃げてしまったじゃないか。いや違います、奴は一時的に姿を消しただけです。宇宙から来た怪獣に子供を殺されてます。まさか本当よ、ガモさんと私がこの目で見たんです。子供を殺されたマグラはこれから復讐のために荒れ狂うに違いありません。奴は地底に生息する怪獣です。それから判断して地底を前進すると考えられます。注意してください。分かった。地震計で地底に潜ったマグラをマークしよう。ガモン、あとは我々に任せて、お前傷の手当てを受けるんだ。私が一緒に病院へ。いや、俺のことはほっといてくれ。それよりマグラの行方を探すことが先決だ。でも。さあ、早く。おいよ、はい。さあ、ボス、行ってください。おい、大丈夫か。はい。よし、行こう。おい、無理すんなよ。はい。ドジ、病院行くんだぞ。分かってます。うん、気をつけてな。腕が折れていては怪獣と戦うことができない。スペクトルマンに次ぐ変身せよ。了解。お前に新しい武器を与える。受け取るがよい。これはトルガンと呼び、ミサイルの数百倍の威力を持っている。ありがとう。これさえあればどんな怪獣でも。喜ぶのはまだ早い。それをマスターするには命がけの訓練が必要だ。すぐ訓練を開始せよ。了解。怪獣を捕らえました。この辺りです。了解、注意ばします。おい、止めろ。はい。気をつけろ、マグラはこの近くの地底にいるぞ。列車だ。危ない、派遣等を抱いて列車を止めるんだ。はい、急げ。東京に派遣し、破壊を開始させ。はっ。
ただいま入りましたニュースを申し上げます。東京の多摩近郊に怪獣が出現しました。付近の住民は直ちに避難してください。するとマグラの東京に縮小なっとがボス行こう。まだだ。怪獣に100発100中しなければこれを使用することはできない。一発でも外れると大勢の人間が傷つくことになる。キングにより東京壊滅の破壊作戦が開始された。完全にスペクトルガンを使用することは不可能だ。なんとか危険の少ないところでやらないとガンの威力を最大限に発揮することは難しい。このままじゃ東京は壊滅します。怪物やっつける方法はないんですか。
したはずだけどな。まだ傷が治ってないんだろう。とにかく追いかけよう。はい、はい、サタンキング、サソリに乗って追ってきたな。お前たちに東京をあれ以上破壊させてはならなかったのだ。だから勝負をつけるためにここに誘い込んだのだ。来いサタンキング、お前も悪魔の王様と呼ばれる怪獣なら堂々と立ち向かって来い。いつの間にかあんな武器や。待て、マグラ。マグラ、全ては終わったのだ。お前の子供は宇宙から飛来したこのサタンキングの激突の衝撃で死んだのだ。そのサタンキングは死んだ。だからお前の復讐は終わったのだ。お前は元の地底に帰り、静かに暮らすのだ。待て、マグラ。
グラーを殺すことはできないと言ってこのまま。マグラーの姿は二度と現れなかった。この日を最後に古代から生き残ってきたマグラーの姿を見た者は誰もいない。マグラーは死んだのであろうか、それとも地底深く潜り生きながらえているのであろうか。ガモー・ジョージはマグラーについて何も語らなかった。あの夕焼けの色は子供を殺されたマグラーの呪いの血の色かもしれない。